こんにちは、東京不動産大学の稲垣義邦です。今回の動画はですね、23区の紹介になりまして、港区になります。で、港区ですと、六本木ヒルズがあったりとか、東京タワーがあったりとかですね、いろんなイメージ持たれていらっしゃる方多いかなっていうふうに思います。で、23区の中で、平均の年収が一番高い1200万超えのですねエリアとなってまして、いわゆる高級住宅街であったりとか、オフィス街っていう場所になります。で、その中で、駅をですね3つご紹介させていただければと思います。まずすいません、総世帯数、総人口ですね、26万379人となってまして、世帯が14万7693、ファミリーの世帯が多いっていうことですね。で、人口も2040年まで、増えていくっていうエリアになります。おそらくの見立てで、これから平均年収自体もですね、上がってさらにいくんじゃないかなっていうふうに読み取れるエリアになります。で、駅1個目ですね、ご紹介、泉岳寺駅になります。坪単価529万4000円になります。で、シングルの家賃ですね、11万1300円です。で、アクセスとしては品川まで2分なんですね。で、泉岳寺と聞くと、最近ですと高輪ゲートウェイですね、これが開業されました。高輪ゲートウェイは泉岳寺方面しか、まだ開業してないんですね。で、それと逆側が芝浦方面なんですけど、まだ開業していません。なんで暫定開業って形ですね。で、泉岳寺から品川駅までですね、当然一駅なんですけど、全然歩ける距離なんですね。で、白金高輪なんかも非常に近いです。で、買い物としてもピーコックがあったりとか、すごく便利で、名前の通りお寺がありますので、落ち着いた大人の街になります。で、続きましてですね、麻布十番になります。誰が聞いても知ってる駅ですね、麻布十番ですね。で、坪単価610万3000円。シングルの家賃12万7800円ですね。アクセスとしては新宿まで15分ですね。大江戸線。で、大江戸線と南北線が使えますので、南北線で飯田橋であったりとか、アクセスができます。で、坪単価610万円とやっぱめちゃくちゃ高いですね。で、もちろんそれなりの価値があります。麻布十番の商店街ですね。もう街並みもすごい綺麗ですし、麻布十番に作られるコンビニに関しては街並みを保全するために、色のですね指定があったりします。で、もちろん商店街にある、飲食店に関しても、超人気店、それから老舗ですね。で、お蕎麦のさらしなとかですね、麻布十番が発祥になったりしております。で、続いて田町駅ですね。田町駅は坪単価406万3000円で、シングルの賃料が10万8300円。アクセスとしては東京駅まで6分で、山手線、京浜東北線、根岸線となっております。で、もちろん山手線ですので、新宿行くにも渋谷行くにも品川行くにも、どこへもアクセスがいいです。で、田町は、割とですね、三田口と芝浦口っていうのがあるんですけど、全く色が違いまして、三田口の方は非常に高級住宅街です。で、芝浦口はベイエリアになります。で、三田口の方は、慶応大学なんかがあったりとか、商店街がですね、慶応中通り商店街っていうのがありまして、すごい凄まじい数の飲食店があります。で、ですね、マサルっていうですね、有名なすごい安い焼肉屋さんとかもあったりとか、すごく、飲食店もあって暮らしやすいエリアになっております。で、反対側の芝浦口ですね、もうそもそも三田口と芝浦口で相場全然違うんですけど、これは間取って406万なんですけど、肌感としては、三田口が500万、芝浦口は350万、このぐらい坪単価の開きはあります。で、芝浦口に関してはですね、芝浦アイランドっていう住宅を中心にタワーマンションが、たくさんあるエリアになります。で、もちろんコンビニも多いですし、で、飲食店も、最近になってかなり増えていて、
で駅がですね芝浦口は、再開発でですね、ホテルとか、オフィスとか、混合した施設ができまして、かなり便利になりました。で、以上港区なんですけど、申し上げた通り、まあ、相場も結構高いですし、なかなか住めないなっていうところもあるかもしれないんですけど、住んだら非常に便利、どこに行くにも便利ですし、資産性もですねこれから下がってくるってことは逆に考えにくいエリアなので、大変おすすめでございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。